はい、今ねどこにいるかというとタイのバンコクにいます。バンコクの、チットロブネグの近くのアバリンプラザにいます。今日デモがね行われるってことを聞いたので今待ち構えてるんですけど、なかなか来ません。多分今日中止なのかな、もしくは他の場所でゲリラ的にやるのかなって感じがするかもしれません。でもデモやる場合って許可得るから、そうだよね。だから今すごい警察がそこを結構張ってるんだけどなかなかやらないですね。今警戒します。基本的にこういうところでやっぱりデモを行うことで爆破テロが起こることがあるんで気をつけた方がいいかなって感じがするんだけどね。だからあまり素人の人は近づかないはいいんだけど、特に今のところは大丈夫です。エラワンのほらね、エラワン病がこの近くにあって、そこが3年ちょっと前に爆破されて24名ぐらい亡くなってますから、あれですよね。でここが、アマリンプラザということで、この辺り屋台が出ています。ちょっと今覗いてみましょう。100バーツ、パイナップルね。やっぱ南国のフルーツ、果物を食べるといいですよね。で、マンゴー。マンゴーなんかものすごいね。マンゴースムージーということで、60バーツ。これ3.4掛けしてください。日本円の場合はね。で、まあこういうの結構好きですからね、タイプね。今、こういう形で、あります。で、そこでなんか食べることは、シュリンプ、フライドライスということで、まあここ料理しています。でこれが、ドライブルースということで、結構売られてる感じですね。まあこんな感じです。だからアマリンプラザってこの商業施設なんだけど、マックがそこにあってね、このなんかもあって、その外にもいろいろこういった形でね、いろいろでも入るけど少ししかないけどね、10個ぐらいしかないけど食べるとかあります。だからいい感じです。